皆さん、こんにちは。ファンから活動再開を願う声が絶たない人気グループ嵐、スマイルアップからの新エージェント会社の概要をメンバー5人で聞いたとされています。しかし未だ復活の兆しが見えない嵐、活動休止となった2020年末まで21年間一人も欠けていませんでした。しかしそんなメンバー内での序列もなかった彼らに想定外の事態が起きています。それは独立した二宮和也さんと嵐の松本潤さんの衝突でした。今回は嵐の活動再開に伴う二宮さんと松本さんの衝突について調査したのでご紹介します。2023年10月2日ジャニーズ事務所は都内で今後の会社運営に関する会見を実施し、東山紀之社長、ジャニーズアイランドの井ノ原快彦社長、9月30日付で CCO に就任した山田正幸弁護士、顧問である木目田博弁護士が出席。東山は創業者のジャニ北川氏による加害問題を受け、ジャニーズ事務所を事実上解体し、新たにエージェント会社を設立。そこに所属タレントが個人やグループで作る事務所と業務契約を結ぶ体制を整えることを発表しました。新会社名、エージェント契約を結ぶタレントはファンクラブを通じて発表されるとのこと。ジャニーズ事務所はスマイルアップと社名を変更し、藤島ジュリー景子氏を中心に被害者への補償業務のみを行っていくそうです。同日放送の日本テレビ系ニュースゼロに出演した嵐の櫻井翔さんは今回の会見にコメントし、エージェント会社の立ち上げについて、所属タレントとしてタレントの自由度が増えたり選択肢が増える一方で、自分自身の選択肢も大きくなっていき、ポジティブな面もあると同時に不安も感じる面も感じたと語りました。事前に今後の体制について嵐のメンバー5人で説明を受けたと明かしましたが、その時にはもう少し大きい枠組みで構想段階での説明にとどまっており、個別具体のスキームというのはこれから詰めていく段階であると説明。今後については新会社と個人の契約なのか、はたまた嵐との契約なのか、あるいはその両方なのか、全ての選択肢をじっくり考え、最近ではメンバーと密に連絡を取っていることから相談しながら考えていきたいと語りました。5人で説明受けたと明かしたことで X では大野くんがトレンド入りし、嵐5人集まったって大野くんも来てたってことだよね、耳がダンボになったよ、5人でって、といった驚きの声が多数上がり、大野さん生きてるってだけで涙腺緩んで嬉しくなった、大野くんもいたのが嬉しい、活動再開も含めてじっくり話し合ってほしいな、お休みしてても5人揃っての今後だといいなぁ、など5人での今後の活動に期待する書き込みも多く見られました。しかしそんな中で10月24日嵐の二宮和也さんはファンクラブ向けの会員サイトで、私二宮和也は10月24日をもちまして事務所から独立し個人で活動していく決断をさせていただきましたので、ご報告させていただきますと発表しました。二宮さんはファンクラブの会員サイト内で独立を決断した経緯について、毎日このことで悩んだ、1回目の事務所の会見以降自分の活動にも多くの影響が起き始めて、正直な話僕も怖くなったし不安な気持ちにもすごくなって、これからどうしていこうかなと考え始めました。自分のことは自分で決めないといけないと、と明かしました。二宮さんは嵐のメンバーに直接独立することを伝えたようで、気になるのは11月末で事務所を離れる岡田准一さんと違い、二宮さんが退所という言葉を使っていないこと。嵐の活動は続けるようなので、グループとして事務所とエージェント契約を交わす意向なのかもしれません。独立の2日後 X に、朝起きてまず仕事、問い合わせのメールを確認、今までにない動きで新鮮です、と心境を綴った二宮さんですが、独立発表前から異変はあったといいます。事務所の後輩3人と
立ち上げた YouTube チャンネル、ジャニのチャンネルの10月4日の動画では、二宮さんが、この4人で会社作った方がいいのか、と独立をほのめかす発言をしていました。事務所を離れてすぐに個人事務所の公式サイトを実施と制作すると報告したことからも、彼の頭の中にはずっと独立の2文字があったはずです。しかし新会社の説明の際、全メンバーが招集されたこの話し合いでは契約以外のことも議論されていたそうで、来年のデビュー25周年イヤーを迎える嵐の再始動計画を練り直そうとしたようで、しかし事務所の問題が収束しない中での再始動は難しいという結論に達した嵐。25周年というタイミングを逸したことで、グループ活動に対するメンバーのモチベーションが下がってしまっているようなんです。その中でも特に意見が食い違ったのが二宮さんと松本さんでした。そもそも2人の確執が噂されたのは2019年11月に二宮さんが元フリーアナウンサーの女性と結婚した時、20周年ツアー真っ最中のタイミングでの結婚発表に松本さんが反発し、大野聡さんと共に祝福コメントを出しませんでした。さらに二宮さんはコンサート中に自分の口からファンに説明することを望みましたが、構成や演出を仕切る松本さんがゴーサインを出さなかったそうです。また2021年6月前述したジャニのチャンネルについて、松本さんがブログで、 YouTube のオファー来なかったな、もう少し待ってたら来るかな、などと綴ったのに対し、二宮さんが YouTube で、松本さんにお支払いできるギャラがうちにはないんですとやんわり攻撃して話題になっていました。しかし同年11月嵐の CD デビュー22周年記念日に行われたライブフィルムの舞台挨拶で、大野さんを除く4人が活動休止後初めて揃って公の場に登場。この時二宮さんと松本さんの立ち位置は隣同士で、フォトセッションでは2人が肩を組む姿が見られました。この光景にファンは安堵したのですが、一度生じた溝は完全には埋まっていなかったのか、2人は大人ですから表面上は仕事相手として良い距離感を持って接しています。しかし二児の父親となった二宮さんと独身を貫く松本さんのアイドルとしての価値観は時を重ねるごとに隔たるばかり。さらには嵐の今後についても2人の方針はかけ離れていたようで、嵐の再始動計画の道筋がはっきりと決まるまではいたずらに再始動の話題に触れないようにしたり、嵐がバラバラであることを印象づけることは避けて、今はまだ嵐を壊したくなかった松本さんと個人の活動も安定させたい二宮さんの意見の食い違いが大きく、全面的に激突状態だといいます。二宮さんは独立を発表した際、僕は明日からも嵐です、再会するときはメンバーとして一緒にやっていくと嵐愛を強調しましたが、現状で嵐の再始動は影も形もないと言わざるを得ず、松本さんは大きく落胆したそうです。二宮さんを変えたのは家族の存在です。嵐の活動休止後の2021年3月に長女、2022年11月に次女が誕生した二宮さんは現在家族と過ごす時間を心から楽しんでいるようで、現在の二宮さんにとって最も重要なものは妻と二人の娘で、本人も家族が一番、その次が仕事とよく口にしているそうです。人生の優先順位が変わり、家族との時間を大切にしたいからと仕事を選ぶようになり、昔ならありえなかったはずですが、今は家族でサイクリングに出かけることもあるみたいです。他にも2022年冬に公開された映画「ラーゲリより愛を込めて」に主演したことも二宮さんを大きく変えたそうで、二宮さんが演じたのは第二次大戦後にシベリアに抑留された日本人兵士、自らの祖父を思い出して号泣しながら役作りに没頭した二宮さんは、撮影中に自分のルーツや先祖、子供たちの将来について深く考えるようになっていきました。そうした経験を生かして海外を拠点に本格的に
役者をやってみたいとの夢もあるようです。今の二宮さんには嵐と同じくらい守るべきものができたということでしょう。二宮さん、松本さん、どちらにも守りたいものがあります。両者の決断がファンやグループにとって悲劇にならないことを祈るばかりです。いかがでしたか？今回は嵐の活動再開に伴う二宮さんと松本さんの衝突についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。